こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はオリジナルスワットのレースインジッパー8ホール各色を紹介いたします。こちらこのように、まあ、日本一組での商品で、最近のジッパーは最近のブーツは大体こうサイドジッパー式になっているのであまり出番はないのですが、まあ、中にはねサイドジッパーじゃない人もないブーツも出回っているので、こうやってつけるわけですよ。サイドジッパーじゃない場合に、多分これ最後ね確かこれ後ろ側で紐を結んで終わるんですよね。まあ、そんなわけでジャングルブーツとかね、ただ穴の位置がメーカーによって変わったりするので穴の幅ですね、どうかなとも思いますけど、いまだにこうちらほら需要もあったりするのですが、メーカーもよく作ってるよな。あ、メーカーはあれか、サイドジッパーじゃないモデルも作ってたりするので当然需要があるんでしょうね。まあ、そんなわけでこちらこのようにジッパーを、締めたら、締め込んだらしっかりマジックテープでジッパーが揺れないように、押さえておくタブがついております。で、各色こちらがコヨーテになりまして、もう一個ブラックもあります。でと、まあそんなわけで、あとあれか、一応参考になるかどうか分かりないですけど、このようにパッケージの背面にはこうやってやってねっていうヒントも書いてありますので参考にしてみてください。てなことです。そんなわけでブーツにセットしておくことで着脱時のブーツレース括弧靴ひもを操作する作業を短縮できますよという商品、オリジナルスワットのレースインジッパー8ホール各色、下の方にリンク貼っときますのでよかったら検討の方よろしくお願いいたします。以上、どうもありがとうございました。